ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ裏より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ裏のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介させていただくお車がレクサス LC500 コンバーチブル2021年式6500キロこちらの車両になります。車両紹介の前にいいですか、はい、寒いです、はい、今日はね特に風ありますからね。今日はもうちょっとカジュアルな格好してたんですけど、はい、車両紹介急遽撮るってことで着替えてきたんですけど、寒すぎてちょっとこの上を着たままお届けしたいと思います。で、今回 LC500 ご紹介なんですけど、めちゃくちゃボンドチャンネルで撮影してるじゃないですか、うん、僕過去のやつ数えてたんですよ、はい、20台以上撮ってました。あ、本当に。ただ車両紹介は意外と少なくて、まあ、アリーナ店だったりで撮らせてもらったぐらいかな、はいはいはい、ということで、まあ、カスタマーの紹介はもうめちゃくちゃしてるんですけど、うん、実はこう乗ったりとかっていうのはあんまりしてないっていう、そんな車になります。なので今回改めて、まあ、外装はバババッとで大丈夫ですよね、はい、なんでまあ機能だったりだとか、あとは肝心なのは試乗だと思いますので、うん、まあ、その辺をお届けしたいと思います、はい、でというわけでまず外観から見ていきたいんですけれども、うん、外観なんか最近というか去年かな、新色が追加されたんですか。そうですね、はい、なんかイリジウムとチタニウムがなんかごちゃになったってことですけど、トニックイリジウムが新色ですね、はい、で今回ご紹介させていただくのはその新色じゃない方の元からある色のチタニウムの方なんですね、はい、トニックチタニウムというボディなんですね、はい、で新色の方はもっと明るいんですよね色が、うん、ということで少し黄色入ってますかね、うん、なんかちょっとゴールドっぽいというか、はいはい、すごい上品な色になってると、うん、あとは LC500 ってあんまりオプションないんですよね。結構欧州車だともうヘッドライトがこういいのがオプションだったりとか、はい、やれなんかセンサーがオプションだったりとかっていうのありますけど、うん、LC500 になるとほぼそういったものがないということで、そうですね、はい、なんでまあセンサー類もフルフルでついてますし、この3眼の LED のヘッドライトも全部標準と、でもう最近すっかりおなじみになったこのスピンドルグリーンなんかも全部、はい、見慣れましたね。もう最初はえっと思いましたけどね、うん、もう今やもう全部ほぼ全シリーズですよね、はい、でアルファードから LM 顔にしたりなんかして、ね、ああいうのもあったりとか、うん、あと全然関係ない車でもなんかキットが出てるんですよね、うん、なんでもう完全に市民権を得た感じのこんなグリルも全部標準装備ということで、あとは LC500 だと L パッケージと S パッケージ、うん、本来クーペだとあるんですよね。それがコンバーチブルになるとワングレードということ で、 ワングレードですね、はい、その辺の選択肢もないんで、うん、まあ、非常に選びやすいかなと、うん、ただ今回僕これご紹介するにあたって中古車情報サイト見たんですよ。価格バグってないですか、はい、プレネになってますよね。そうですね、ちょっと V 字で上がってきてる感じですね。ですよね、はい、もう新車、まあ、まあ新車級のコンディションの車もまあ何台か出てたんですけど、うん、少し走っててもなんか新車より高いみたいな、うん、そんな車ってあんまり国産車今までなかったと思うんですよ ね、 うすね、うん、なんでこのパッケージだったりだとか、まあ、エンジンだったりだとか、まあ、あと車の作りのなんかそのレクサスの気合の入り方がこれって結構ずば抜けてますね。そうですね、値段に比例してる感じはありますよね。感じします、はい、でもちろんレクサス全般こうすごいこう手が入っていろいろこだわり抜いて作ってるんだなって感じるもうブランドじゃないですか。けどそんな中でも LC って光ってますよね。そうですね、まあ、デザインしかり、うん、なんかそのパッケージしかり、もう工場のラインからして LC はもう全然違うラインで、そうなんですよね、うん、でまずこのエクステリアのデザインなんですけども、外観そのサイズのとこから触れていきたいんですけど、全長の方が4770、全幅の方が1920で、前後の方が1350ということで、どの辺が近いかなと思ったら近い車ないんですよね、うん、っていうのは幅に関しては S クーペよりあるんですよ、うん、もうほぼ2メートル近いという、うん、だこのシルエットってなかなか被る車がないのが、まあ、一つ大きなところとしてあるのかなと。だからフェンダーがもうボンネットと同じ高さですもんね。そうですね、なんでこの平べったいシルエットをこう実現しているのがその辺の寸法だったりデザインのところかなと。そして早速横に回っていってもいいでしょうか、はい、でコンバーチブルだとこのホイール標準になるんですか、うん、あ、このホイールが標準になるんですか。当時はこれオプションじゃなかったですか。あ、そうなんですか、はい、なんか何種類かあったりするんですよね、うん、でディーラーオプションでなんか、うん、いろいろホイールもあったりってことなんですけど、これ割と定番っすよね。定番のオプションのホイールですね。うちで販売させていただく LC 結構これ履いてる率高い。これしか知れないですから。あ、そうなんですか。ほぼ、はい、標準だと20インチがクーペであったりとかするんですけど、こちらが21インチのこちらのホイール、これ単造なんですよね。そうですね。そしてフィニッシュの方がこれスパッタリングなんですかね。ちょっとクロームとかよりかはくすんでる感じ。ただもちろんスパッタリングなんて耐久性が高いのと、内側がこの黒のバイカラーのこちらのタイプのホイールになってると。もう車外入れる必要ないぐらいになんか決まってるというか。確かに。でもそれを言っちゃいけません。そうですね、はい、ボンドがそれ言っちゃうんです、はい、車外にしましょう。そうですね、まあ、デズラに関しては正直、はい、まあ、結構攻めてますけど、これは今回はスペーサーが入ってるんですか。入ってます。なるほど、はい、あとローダウンも少し
してます。なるほど。じゃあまあ調整はしてあるんで、はい、まあ、見た目的にはかなり全てあるかなと、うん、この車が発表されて発売、日本で発売されてもう5年、まあコンバーチャーは別として5年ですかね。 LC 2017年からですもんね、新車で。コンバーチブルはもう2年ぐらい経ってますけど、そうですね、ようやくデザインがなんか追いついたというか。あ、確かに最初出た時なんじゃこりゃみたいなのありましたけどね、うん、確かに最初出た時ってもう10年ぐらい前ですよね、コンセプトで。コンセプトはそうですね、モーター紹介なんかに出てきて、はい、それから数年して自社が出てきたわけですよね、うん、確かに最近になってようやくなんかこう、うん、デザインがもう溶け込み出したかなという、そのぐらいのなんかちょっと先を走ってた感ありますよね、うん、奥さんには珍しいこのフロントオーバーハングの短さとか結構攻めてるななんて出た時思いましたけどね。確かに。そしてこの変わらない、もうずっと同じデザインで来てる LC なんですけど、うん、なんかマイチェンも何回かしてるんですよね、うん、おおよそ外観が変わってないんで分かりづらいところなんですけど、はい、クーペネが出た後1回、うん、でコンバチブルが出たタイミングかな、その直後ぐらいかな。で、まあ、改良がされてって、まあ、サスペンションだったりだとかその辺がかなり改良されてる、はい、だからこのコンバチブルって基本的にはもう完成形に近い車の構造になってるという、まあ、具体的なところで言うと足回り の、 そのアームがアルミになってたりとか、うん、なんかそのスタビの中が中空になってたりとか、はい、あとセッティングなんかも2回ぐらい見直されてるらしいんですけど、その辺なんかやられてる、うん、でこのコンバージョンになったタイミングだと思うんですけど、なんかあのヤマハのボディダンパーも追加されてるってことで、はい、乗り味が非常に上質になってるという、だからその辺考えるとコンバージョンってかなり完成形の一つの形なんで、うん、そうですね、はい、だいぶいいんじゃないかなと。そしてあとは全体的なこのシルエット、うん、あとメッキの使い方がいつもうまいなと思うんですよ ね、 そうですね、はい、車の車格によってはメッキ使っちゃうと逆に安っぽくなっちゃう車もあるじゃないですか、うん、それがやっぱりこのデザインとマッチしてるっていうのは結構大きいんじゃなかろうかと。でいつも LC 見ると思うのが、このフェンダーアーチから、まあ、横から見た時ね、はい、フェンダーアーチからこのボンネットのこの短さ、はいはいはい、もうありますよ、ホンダ S2000 か LC かぐらいのこの、はい、かっこいい このぐらいのこの平らさですよ。そうですね、はい、そしてあとはここ名古屋で1回カスタム紹介でご紹介させていただいた時に土方さん言ってたんですけど、ここってなんかこう言われて、あ確かにと思ったんですけど、色逆じゃないですか、なんか普通、うん、あえてなんですかね、普通ドイツメーカーとかだと下黒だったり樹脂だったりで上ボディカラーじゃないですか、だからそれあえて多分変えてるんですよね。この辺もしかしたら窓ガラスのこの黒につながるところなのかなという。でこの辺もカスタマイズで結構ご用命いただくこと多いですよね、うん、あれだといろいろやりようがあるんじゃなかろうかと、はい、この辺もあれか、風切り音、これ最近ですね僕カメラマンに教えてもらったんですよ。これあの空気がこのボディから離れないようにするためらしいですよ、うん、要はずっと平らだとそこからこう離れたり乱れたりしちゃうんで、はいはい、トヨタの車がここに入ってたりとか、こっち側にこうドイツ車なんかで入ってたりますけど、うんうん、ありますね、はい、これが実は結構効いてるらしいですよ、うん、風切り音だったりとかに、こんなのもしっかり。そしてあとは横もこんな感じで、ダクトこれダミーでしたっけ、本当でしたっけ、ダミーですよね確か、じゃないですかね、おそらく検証しましょう後で、はい、はい、こんな感じの大型のダクトも自然に溶け込むデザインになって、あとは本来クーペだったらここに日本刀デザイン の、 あのモールが入るんですよね、で今回カブリオレということで、コンバーチブルということでそういったものはないんですけど、このシルエット、そして、ルーフの色も選べるんですよね、はい、3色から、黒と青と茶色ベージュになるのかな、はい、これサンドベージュですよね、はい、こちらのタイプになっております。だから今回ボディカラーと非常にマッチしてるのかなと。だからこれ青っていう選択肢まあないと思いますけど、そうですね、はい、まあ、このボディカラーとこの内装だったらこのポロはもう鉄、まあ、黒かこのサンドベージュになると思うんですけど、今回内装とのマッチングもいいんですよね、はい、はい、これはこの後ご紹介させていただきたいと思います。であとは車全体的なところでいくと、やっぱり屋根焼きということで各部がめちゃくちゃ補強されてるらしいです、まあ、フロア下のあのブレース、はい、バーがめちゃくちゃこう追加されてるのもそうなんですけど、うん、この辺の補強と、あとここの、うん、アルミのなんかダイキャストのタワーバーが入ってたりとか、はい、あとこのサイドシル、これもなんか3層構造か4層構造になってるらしいですよ、うん、それもあのカットモデルもネットに写真出てましたけど、内側のそのパネルの枚数増やしてなんか補強してあるということで、クーペより100キロ増ぐらいですかね、うん、まあ、2トン近いこう重量あるんですけども、はい、軽快に走れる、はい、ボディもよれることなく、うん、こんな構造になってるらしいです。続いて後ろに回ってきまして、はい、このテールランプも LED のこちらのタイプが標準ということで、うん、これもなんかあのなんていうんですか、こうマジックミラーじゃないですけど、そうですね、はい、一見するとどうやって光るんだってわからないこちらのテールランプも、うん、そして僕本当に最初知らなかったんですけど、トランクの開けるボタンここなんですよね、うん、
だこれもちゃんとデザインにこう溶け込んでるという。そしてカスタム紹介でもご紹介させていただいてますけど、テールにレクサスって入らない、エンブレムがつかない、初めての車種らしいですよ、うん、今までのレクサス各モデルって右か左かどっちかにレクサスって入ってて、まあ、LC とか LX とかって入ってたのが、はい、唯一このモデルは入らない、ここにエンブレムだけがつくモデルになってるそうです。であとは前とか横で全部抜かしちゃいましたけど、うん、エアロ付き車ということで、そうですね、モデリスタのエアロが、はい、モデリスタのエアロ結構人気なんですか、やっぱり。そうですね、まあ大体これ選ばれる方は、まあ、モデリスタか TRD、ね、ああなるほどですね。じゃあ中古車市場なんかでも人気の、うん、はい、エアロパースということで、なしでも結構かっこいいんですけどね。確かに、はい、まあ、この辺なんか、まあ、純正ディーラーオプションですからね、はい、まあ、かなりしっかりしたものが今回装着されております、うん、続いて内装を見てみたいと思います。内装の前にキーこちらになるんですけど、これレクサスだとこのキーレスで屋根開けたり閉めたり、うん、まあ、あと窓を閉めたりとかっていうのは入ってないんですよね、うん、だここちょっと欧州車と比べると、そうですね、あってほしいなと思ってしまいました、はい。そしてドアはちなみにこのおなじみの引っ込むタイプの、解除すると出てくるやつですね。こういうのもかっこいいですよね、うん、そして内装はご覧ください、このオーカーのおしゃれな内装で、これよく見るとあの素材だったりだとか色がこうすごく細かく使い分けられてるんですよね、うん、同じ一色のこのベージュというか明るいブラウンじゃなくってちょっとオレンジがかってるようなのを使ってたりだとか、あと素材もアルカンターラ使ってたりパンチング使ってたり、まあ、プラスチックがペイントされてるものを使ってたりだとか、その辺が組み合わさって、まあ、いろんなことをやってるのにまとまり半端ないっすよね。いいですね。で細かいところのステッチとかもやっぱり丁寧、ね、確かにね、こうよれちゃってるとか処理が甘いとかっていうのないですもんね、うんうん、だこの辺なんか日本人のこの仕事の丁寧さが出てるのかなっていう気がします。そしておなじみのドアの内張りがこれフォージドカーボンなんですよね、はい、こういったものを使われてると、だこれはまあ演出で見えてる部分になると思うんですけど、うん、車全体なんかその重量物に関してはなるべくその中心で使う、うん、で車から離れたところに関してはまあプラスチックだったりだとか、はい、その CFRP なんかを使ったりアルミを使ったりして、まあ重量増にはなってるんですけど、極力そういったものがこうバランス悪く排出されないようになってるらしいです。続いて乗ってみたいと思います。これ基本的に屋根の高さはそんなに変わらないですよね。そうですね、乗り込みやすさは変わらないのかなと。そして今回内装に関しては6500キロということで、まあ、それなりには綺麗でありますけれども、多少の使用感はあるかなと、はい、うん、特にこのシートの辺とか、はい、少し使用感ありますけど全体的には綺麗な印象です、うん、はい、そして月村さん知ってました、はい、シートがクーペとコンバーチブルで違うらしいですよ。なんからしいですね。あのさっき先に言っちゃったところでいくと、うん、この辺の金具の装飾、うん、はい、このリクライニングさせるこのレバーが違ったりだとか、あとシート全体も違うって知ってました？知らなかったっていうのはこれホームページに書いてあったんですけど、はい、カブリオレコンバーチブルの方がお尻が沈み込むような設計になってるらしいですよ。だいたい18ミリぐらい、これぐらい、はい、お尻がこう深く沈み込んで全体的にこう包み込むようなシートになってるらしいです。だ非常にラグジュアリーな空間がまあさらにアップしてると。そしてステアリングも同じくこのオーカーの内装に合わせたこの色、そしてレザーに関してはセミアニリン仕上げって言って、なんかレザーの質感が残る色を入れる方法をしてるんで、染料と顔料の中間のやつですね。なんでこの辺のレザーの風合いなんかも全部残ってる、はい、そしてエアバッグもちゃんとステッチが入ってて非常に高級です。でこの辺はおなじみなんで飛ばしちゃいます。でパドルも、あパドルこれプラスチックなんでしたっけ、うん、アルミかな、アルミですね多分、えプラスチックですかね、ちょっとプラスチックっぽい、あでもいや、はい、カメラマンチェック入ります。プラスチックっぽいですね、アルミ、いやアルミっぽくない、もうちょっとなんか重たいのが良かったなって思ってしまいました。つい最近あのイタリア車をちょっとこう触ったんで、はい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 、もうちょっとこう剛性感のあるこんな感じの、ちょっと反射して見えないですけどこんな感じのハンドルになっております。そしてメーターもこれももう何度もご紹介させていただいてるんでおなじみだと思いますけど、このタイプかけちゃいます。オープニングかっこいいですよね。でこんな感じでここのモード切り替えを触ると表示が変えられると、はい、こんな感じになっております。ダッシュボードに関してはこれも出た当時うわ何このダッシュボードと思ったんですけど、うん、見慣れたっすよね、はい、水平基調のちょっとクラシックさも感じません？そうですね、
でここがえぐれたデザインで、うん、こっちにもなんか高級な加工というか装飾が施されてる、はい、このダッシュボード。そしてナビに関しては、まあ、こっちのナビの表示もかっこいいんですけど、今車どんどん新しくなって、うん、液晶もどんどん良くなっていってるじゃないですか、はい、だちょっとナビ表示の画質というかに関しては、うん、最近もっといいのがあるよねっていうのをちょっと思ってしまいました。そうですね、はい、この辺はもう基本設計のちょっと古さというか。そうですよね、はい、だもちろん全然見劣りするというか、うん、これ画質悪くてダメだよねっていう感じはしないんですけど、うん、サイズとね、そうですね、その辺は少し感じてしまいました、うん、 そうですね、そしてタッチとかじゃないですもんね、うん、やっぱりこの辺の進化は早いですよね、うん。そしてあとはクライメート関係こんな感じで、ステアリングヒーターだったりシートヒーターだったりもう全部ついてるということで、はい、でレクサス初かな、この首のところの、うん、はい、これのエアコンの吹き出しもなんとレクサス初でついてるということで、でしかもこの辺がレクサスクライメートコンシェルジュとかって言って、状況に合わせて全部自動調整してくれるらしいですよ、うん、知ってました？これはこの間死にました。あ、本当ですか。でしかもそれが屋根で連動してるって知ってました？うん、すごいっすよね。もう至れり尽くせりな日本車っぽいっすね、この辺はね。だから意外にこう冬場オープンカー乗ってるの見ると、うん、うわ寒そうだなとかって思うっすけど、うん、ちゃんとした装備が備わってると意外に快適なんですよね、うん、でしかもその辺が全部自動でやってくれると、この辺なんかもついてると。そしてあとは、唯一と言ってもいいですよね、大きなオプションマーク・レミンソンが、はいはい、なんと今回の車ついてるということで、スピーカーの数が1個増えてるっていう風に資料には書いてありました。なんかセンタースピーカーがコアキシャルって言ってその2層構造のやつになるんで、まあ、その辺が増えてるのと、まあ、アンプなんかもっと全然良くなると。これってどうなんですか、中古車市場で。いや結構これはもうマストですね。あ、そうなんですか、はい、まあ、他が良ければギリギリなくてもいいけど、まあ大体探してる人は、まあ、マクレビついてんのみたいな。なるほど、まあ、車のそっかついてないのかっていう、車格も車格ですからね。そうですね、はい、こんな感じのもついております。そしてシフトに関してはおなじみのこんな感じの、はい、タイプになっております。この辺の質感もすごいいいですよね、うん、あとはここ、はい、この辺は慣れがあるでしょう。そしてやってまいりました、はい、オープンのここ、これが一応開けるのに15秒かな、はい、閉めるのに16秒で、これちょっと後で動き見てみたいと思いますけど、このルーフの動きもただの開け閉めじゃなくて、うん、めちゃくちゃこだわって設計されてるって月村さん知ってました？例えば開ける閉めるのリズムがあるらしいですよ。リズム、なんかその書道のなんか基本で、まあ、簡単に言葉で言うとトンスートンみたいな、うん、そのリズムになってるらしいですよ。なんかそれ所作の、そう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 、そこから来てるらしいです。だからその動き始めと動いてる最中と閉まる瞬間で、うん、なんかそれがちゃんとリズムが調整されてるらしいです。心地よいリズムになる。そうです。そしてこのルーフだけに関してはこれ愛知県で作ってないんですよね、うんうん、これがなんとマグナシタイヤって言って、ね、スープラとか作ってる、はいはい、その辺の工場でこの仕組みを作ってるということで、まあ、その辺の合わせ技というか、うん、はい、コラボ作品になってると、はい、こんな感じになってます。これ動きは後で見てみたいと思います。そしてアームレストの中はこのスライドするタイプ、これここまでなんでしたっけ、うんうん、そうですね、これじゃなかった、あと、あ、そっかそっかそっか、失礼しました。スライドとこの横で開くタイプになっていると、開けると USB が2系統とこんな感じになっております。そしてペダル関係に関しては、あ、ペダルかっこいいですね、うん、そしてフォーメーションも至って普通です。はい、いい感じです。この辺は多くの方が違和感なく乗れるんじゃなかろうかと思います。そしてあとは今回のお車、物申していいですか、はい、ちょっとレーダー探知機の取り付けがちょっとよろしくないかと思われます、うん、取り付け位置ということですね、はい、この芸術的なダッシュボードが少し損なわれてるかなと、うん、特にここのセンサーの方、はいはい、これちょっと取り付け方法によっては剥がさない方がいいかなっていう場合もあるんで、うん、要相談ですね。そうですね、はい、まあ、機能としては、まあ、あれば後でいいかなと、うん、この辺もカート数万円しますからね。そしてピラーに関しても全部レザー張りですよね、はい、はい、この辺もバイザーも、バイザービニールですかね、はい、ビニールですね。でこの裏側の蓋なんかもちゃんと全部茶色オーカーで揃ってると、こんな感じになっております。続いて後ろの席も多分乗れないんで紹介だけでここのレバーのこれが違うんですよね、クーペと。そういうことなんですね。コンバーチブルで、はい、でコンバーチブルだとこの装飾があるらしいです、うん、まあ、オープンにした時にこうラグジュアルに見える、おそらくそうだと思います、ね、この辺の装飾の違いなんかもある、はい、そして後ろは本当に911って感じじゃないですか、うん、非常に狭いんですけど、ただスピーカーに関してはついてるんですよね、はい、サブウーファーもそうだし、うん、ドア側のところにもスピーカーが確かコアキシャルタイプだったと思うんですけど、うん、
それぞれついてるということで、まあ、本当に荷物置きと本当にお子さん、小さいお子さんがまあギリっていう感じになると思いますけど、こんな感じのスペースになっております。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクはここ押してもらうと開くと。そしてトランクの方がコンバージブのこの屋根をしまう関係で少し狭くなって149リッターということで、クーペだとなんか200リッターぐらいあるんですよね。なのでまあその辺を考えるとやっぱりちょっと使い勝手は悪くなっちゃうのかなと。具体的に言うとその奥行きの部分とあとここっすよね、うん、ここが少し限られてるかなと。ただなんかゴルフバッグは厳しいですけど、まあ、大きめのボスの2個ぐらいだったら入るかなと、はい、こんな感じに、まあ、あとは後ろの席屋根が開くんで、まあ、積み下ろし簡単なんでその辺使っていただけるといいのかなと思います。そしてこの下はバッテリーですよね、はい、今や国産車でリアバッテリーですよ。こんな感じに、まあ、物を入れとくとかっていうのはできないですけどもなってます。そして僕すっかり忘れてました、はい、あのトランクの内側もカーボンというか CFRP になってるんですね、はい、表側はこれアルミですよね多分。ドアも確か表側はアルミなんですよね、うん、だ本当にこういろいろ軽量なパーツがうまく使われてると。この LC を作るにあたって新しくこの製造の過程を作ったっつってね。あ、そうなんですか、うん、LFA で培ったカーボン技術をLC に落とし込むときにさらに高速で量産できるように。じゃあその辺が生きてるわけですよ、うん、続いてエンジンの方見てみたいと思います、はい、エンジンの方がもうおなじみじゃないでしょうか。 4968cc V8NA ということで、はい、もうないっすね。ないっすね、はい、大排気量 V8NA は、うん、アメ車ぐらいじゃないですか。で馬力の方が477馬力、トルクの方が 55.1 キロということで燃費が一応8キロって歌ってるんですけど、うん、あのいろんな乗ってる方とかのお話を聞くと、まあ、そんなには行かないんですね、はい、街は走んないらしい、はい、ただ高速はすごい伸びるみたいですね、うん、でこれ組み合わせてのミッションの方が10速オートマということで、これもなんか世界初量産車、うん、なんか相当特殊な10速みたいですよね。中身見るとなんか非常にコンパクトで軽量に作ってあって、うん、まあ、結局この辺のトルクとあとはまあ燃費が稼げるようにするのと、うん、レクサスの場合だとなんかその騒音対策というか結局そのメガノイズだったりだとか、はい、まあ、エンジン回転数でうるさくなるのを防ぐために多段化してあるということで、うん、まあ、その辺の効果もあって高速の燃費はなんか意外にいいって言ったり書いたりしてる人が多かった。日本の高速域でもちゃんと10速入るみたいですもんね。そしてもう一つ気になるこのこれだけのパワーですからその加速だったりだとか最高速のところなんですけど、これ一応日本仕様のものに関しては僕探したんですけどなかったです、うん、ただ海外仕様のものでなんとマックス270キロリミッターないやつですよね。日本仕様だったら180キロリミッターなんですよね、うん、というわけで当然5リッター500馬力近い、そして10速ですからなんと270キロぐらい出るというスペックを持ってると。で0-100に関しては 4.4 秒らしいです。まあ速いですよね、まあ、速いですね、うん、意外にこうラグジュアリークーペかと思いきや、まあ、日本だとちょっとセーブされちゃってますけど、まあ、そういったスポーツ性能なんかも残してると、うん、そしてあとはエンジンルームで見て取れるのはこのアルミダイキャストのアッパーですよね、はい、だからこの辺なんかも非常に軽量で剛性のあるものを使ってたりだとか、あとはこの辺の補強なんかもしっかりしてあると。あとはサウンドチューニングが先ほどちょっと出ましたけど、まあ、吸気排気されてるということで LFA の流れをそのまま受け継ぐ、うん、だからこれ本当にさっきも僕言っちゃったんですけど、あれこれノーマルでこんないい音するんでしたっけ、うん、っていう音しますよ、はい、なんでこの辺が特徴になっております。続いてルーフの開閉見てみたいと思います。お願いします。このモーターユニットの遮音は相当されてるみたいですよね。あ、そうなんですね、うん、開閉のモーター音が極力しないように。でちなみにこれが50キロまで動作が可能ということで、ある程度走行しながらでも動作ができるらしいです。続いてトーカルへ見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
行きましょう。はい、これさっき思ったんですけど、うん、シートベルトのこれを、うん、これをカチャンってやると巻いてるんですよ、はいはいはい、ドア開けてとかじゃないんですよ、ね、シートベルト外すと戻ってっていう、この辺ちょっとあんまりないですよね。そうだね、わかんないですけどドイツ車ばっかり触ってると、うん、今回はじゃあローダウンサスの乗り心地も一緒に検証したいと思いま す、ね、はい、で途中であのマイチェンの話がごっちゃになっちゃったんですけど、うん、2018年になんかステアリングサスブレーキなんかが改良されてるらしいです、うん、で2020年にコンパチが追加されて、その時に、サスのアームのアルミ化だったりとか、うん、はいはいはい、スタビの中空化だったりだとか、あとは車体制御のセッティングが変更されてるらしいです、うん、はい、だとレクサス初の技術が5つ使われてるらしいです、うん、これまずトップ、うん、これ4層構造だね、はい、うん、素材布の素材3つプラス吸音材が入ってるらしいです、うん、だとはこの開け閉めのこの屋根が油圧式っていうのがレクサス初らしいです、うん、だとこのさっき触れたこのネックヒーター、うん、だとはルーフの開閉に適したアクティブノイズコントロールって言って、うん、まあ、要はオーディオなんかもちゃんとそれにこうルーフの開閉に連動してちゃんと制御されてるらしいです。あと横転時のロールバーなんかもレクサス初らしいです、うん、その辺のさ、はい、そのこれ見よがしんじゃなくてあくまでもさりげなくやっちゃうところが多分日本車なんだよ ね、 そうですね、どこまで行っても控えめというか、はい、どうだやってやったぞみたいなのなく、はい、そして足回りのところであのスルーしちゃいましたけど、だってブレーキもだって、うん、あのドデカブレーキとフローティングタイプのそうですよ、ね、ローターっすよ、標準出たからね、はい、あれキャリパーアドビックス製なんですよね、アイシングループの。よし行きましょう、はい、あちょっと1個だけ言っていいですか、うん、シフトがあのちょっとプリウスっぽいのは、うん、ここはもうちょっとなんか特別感が欲しかったなっていうのはちょっと思ってしまいました、うん、素材だったりデザインはいいと思うんですけど、うん、もう少しなんかもう一工夫こう特別感が欲しかったなっていう、うん、いいですか、はい、あのまずですね音が最高です、うん、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、サイドブレーキもあっちだったりこっちだったりすると分かんないですよ。そうなんだよね、はい、ですね久しぶりに乗ったら車幅と長さが分からないです、はい、そしてまずこの裏手のなかなかの段差ですけど、これ斜めに出れば大丈夫ですか。斜めに出れば大丈夫です。段差切りします、はい、でも今のところなんかこう車庫端の車乗ってるあっていうのないですね、うん、まあ、この辺は若干やっぱり古い。そうですね、だろうね、ちょっとね、全然十分ではあるんですけどね、うん、そうそうそう、十分ではあるんだけどね、最近なんかもうタブレットと変わらないなんか画面表示のクオリティの車あるじゃないですか、うんうん、はいはい、特にあのレンジとかみたいにあのモデルのあれが長いやつ、うん、レンジのあの前期とか乗るとバックカメラの画質うわー結構来てんなって思いますよね。よいしょ。うわしっとり。あ、間違えた。失礼しました。失礼しました。失礼しました。でもさっきやっちゃったもん。はい、失礼しました。おうわしっとり。うわ。ちょっと音の方が速いですね、うん、車よりかも。あパドルもいい感じして、パドルもうちょっと重たい方がいいですね。そうだね、カチッカチッっていう感じが欲しいよね。ああそうっすね、なんかむちゃくちゃ機敏なスポーツカーかっていうと、うん、もうちょっとこうラグジュアリー寄りというか、うん、加速もそうだし、どこまで行ってもコンフォートですね、うん、まあ、モードが今ノーマルっていうのもあるんですけど、けどやっぱり乗りやす、まあ性格は GT だもんね。そうですね、うん、あとちょっとあの今回あえてちょっと気になったところばっかり言いますね、うん、もうレクサスも20台もあのカスタム紹介ですけど、はいはいはい、紹介させてもらってるんで、あのウインカーももうちょっと重たい方がいいなと思いました、うん、重たいっていうかもうちょっとカチッっていう操作感があるやつの方が、なんか少しプラスチッキーな、なんかこの内装がすっごくよくできてるのにちょっと質感のズレがある気がします。わかります、わかる、わかる、はい、これもだから他のと一緒なんですよね、トヨタの。そうだね、
多分もう少し。ただステアリングレスポンスとかは、まあ、全然違うっすね、うん、多分ホイールがこのでかいのもあると思うんですけど、幅もあるし、全然しっとりしてます、他のトヨタの車に。でちゃんと操作感は残ってるっす。だからこの辺は少し軽くて切り増していくとこうちゃんと手応えがある感じ、うん、あと最近カメラマンに言われてからすっごく気になるようになっちゃったのは、まあ、レクサス LC だけじゃないですけど、はい、レクサス全般少しブレーキがプアですよね、うん、こう輸入車みたいな少しカチッっていう感覚がない、うん、あえてなのか。でもフロント6スポットのリア4ボットだとブレーキパッドが全然違うじゃないですか、輸入車って。そうだね、輸入車って結局あのブレーキパッドがあのローターザクザク削るタイプだから、うん、もうパッドがローターにタッチしたらもうグググって減速始まるじゃないですか、うん、それないですよね、うん、だから低ダスパッド入れてるみたいな、うん、はい、あんな感じの感覚というか踏み始めがね。そうですね、うん、キャリパーの見た目とあのフローティングのローターからするともっとこうカチッっていうブレーキを想像するんですけど、ね、意外に乗るとそうでもない。いいですか。うわこれ本当でも音めっちゃいいっすね、うん、音はいいよね。すげえ。ちょっとスポーツにしていいですか、うん、せっかくなんでスポーツプラスで。あースポーツプラス結構シャキシャキ走れますね。うわこれシフトダウンした時の音めちゃいい、うん、そしてローダウンした感じのその乗り心地はあの意外というか全然普通です、うんうんうん、そうですね、はい、もちろん乗り比べれば悪いんでしょうけど、うん、悪いっていうかまあ多少跳ねるんでしょうけど、全然車が重たいからか気にはならないです、うん、僕は車庫帳を入れた車なんかより全然あのノーマルっぽいというか。あとはもうこの何ですか、外の音だったりそのロードノイズだったりっていうのが本当に適度に残ってますよね、うん、走りやすいぐらいでいいと思いますよね。このまあまあやっぱりレクサスの LC 手だけはあるよね。質感すっごい高いんですよね、うん、そしてコンシェルジュの方で、コンシェルジュしていいですか。じゃあもうこれでおおよそなんかこう揃えとけばいいってことですか、うん、オンにすると、え首出てんのかな。今出てないね。せっかくなんで開けますか。じゃあやっぱり開けると出るのかね。うわー注目度半端ねーけど出てくるのがこのおじさん2人っていうそこはお許しください。早い、うん、書道の所作って書いてあったんですけど、正直僕には分からなかったです、はいはい、ただでもスッ、ね、っていう感じありますよね、やっぱり、うんうん、最後のパターンはもうちょっとスッっていう感じでやってほしかったんですけど、うん、でもその辺もこだわってるみたいです。わステアリングヒーターあったかい、うん、あ首出た。あったかい首出ましたよ今。いや全然快適、うん、あったかい。少しこことこの辺空気の動きは感じますけど、うん、全然快適。寒くないね。寒くないですね、うん、そうですね。ここの動きが少しありますね空気が、うん、ただ髪の毛のこの上こうバーってなる感じもないし、うん、ちょっと髪の毛が長い女性の方とかだとやっぱりこうあーってなるかもしれないですけど、はいはい、オープンカーの中ではかなり快適な方のブルーに入るんじゃないかなっていう、うん、やばいオープンでこの半分トンネルやばいっすね。そうね。うわーいやこれはしますよこれは1400万円でしたっけ新車で。します。
ちゃんとね音も調律されてますよね。そうですね、うん、なんかアメ車みたいな本当にドロドロトルクで走っていく感じじゃなくて、ちゃんとエンジンがなんか軽く回る感じ、うん、あるっすもん。あでも10まで入るんですよ一応パドル入れようと思えば。うわー最高ですこれいいな。やっぱり LC 質感高いし、うん、走りの質感も高いっす、うん、なんかこうデザインだけで高くなってるっていうことではない車だよね。じゃないですね、うん、それは本当こう細かいとこ見てったり乗ったりすると分かるよね。でレクサスって言ってもいろんなその何ですか車格があるじゃないですか、うんうんうん、セグメントが、うん、だからこう下の方のセグメントと全然質感違いますよね、うん、やっぱりメルセデスもじゃあ AB と ES、うんうん、違うでしょって言ったら当たり前ですけど、うん、本当にレクサス のコンパクト SUV とかコンパクトな方と比べるとやっぱり内装の質感全然いいし、うん、走りも全然こうやっぱりトヨタと違うよねっていう、うん、味付け的にもそうだしなんか素材もすっごいいいの使ってるよねって感じ。だってやっぱり補強いろんなとこしてるだけあってなんかオープンカーのこうやわやわな感じないっすね、うん、全然段差超えたりだとかしても、まあ、各メーカーカブリオレってなったらこうフロアの補強してあったりとか、はいはい、まあ、ミニなんかもこうサイドシール太い方を使ったりとかしますけど、うんうん、そんな中でも非常にこう手を尽くしてる感があります。あと気のせいかもしれないですけどなんか4000以上でなんかバルブ閉まる気がするんですよね、うん、音ちっちゃくなりますよね。なんかね一回スッとなくなるよね。そのまま音大きいままファーってこう言ってほしいんでしょうけど、うん、多分その辺は大人の事情で、うん、いやステアリングヒーターあったかいっすよ。ここだけですけど、うん、はい、シートヒーターもあったかいし首もあったかいしネックもあったかいしね、はい、コンシェルジュすげえっすねいやすごいよこれ。だから温度設定しとくだけで全部全自動調整ってことっすよね、うん、あとは最近のは最近のってか一応このナビの方はあのカープレイも使えるってことで、うん、まあ、入ってるナビだと結局あれですからねバージョンアップしないとどんどん古くなっていっちゃうんですけど、うん、まあ、携帯触り慣れてる人だったらカープレイなんか合わせてもらえば、うん、じゃあ最後になりますけども、はい、今回改めていろいろ勉強して乗ってみて、うん、まあそれぐらいするよねって思います。そうですね、はい、はい、でコンバージョンもやっぱり台数まだ少ないんですよね、うん、初期車情報サイト見ても20台ぐらいかな、まあ、非常に希少な車、はい、そして今後やっぱりこういったキャラクターの車って少なくなってくるわけじゃないですか。あの価値が残る車だと思いますねこれは。なんで毎回言ってますけど、はい、まあ、買うなら今から。そうですね、はい、毎回言ってますけどね、はいはい、というわけで、まあ、カスタマイズ含めいろいろ裏手にご相談いただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はレクサス LC500 コンバーチブルをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。